久喜義高と村上武義の一騎打ちの戦いが始まる。しかし武義が突然頭を抱え倒れると、大堀康奥が義高の息子である久喜盛高を連れて悪老と共に現れ、盛高の父に対する恨みを言い残す。二人の戦いは藤原の住友によって邪魔をされる。住友は俵の藤太を呼び出し勝負を求める。藤太は生命と鶴姫と現れ、生命は前田刑事を召喚し、刑事住友対藤太鶴姫の奪魂の儀式が始まる。藤太と住友の戦いが佳境を迎えた時、ドーマンによって二人は消され、刑事と鶴姫が残り、軍配は刑事に上がるが、ルイス・フロイスが現れ鶴姫を襲う。鶴姫の危機を救ったのは大堀康夫さん。フロイスは加藤残蔵と切り隠れ才蔵を召喚するが、鶴姫がなんとか才蔵を倒す。残蔵は時止めの術を使い、黒魔術軍は姿を消す。康夫は鶴姫に改めて自身が実の兄でないことを伝え消えるのである。一方、団蔵は望月千代に、自分の魂はもう限界にあり、千代に対し何かあれば風魔小太郎を頼り、何としても生き残れと言い残し去っていく。黒魔術軍の侍大将の末高房の前に越智康成と魔改宗が現れ、高房に対して戦いを挑む。康成と高房が戦っていると鶴姫が現れるが、康成に加勢することなく、高房に敗れるのを傍観するだけになる。高房は康成の魂を奪おうとするが、魔改宗のお構いたちと地雷屋が助けに入り、さらには団蔵も現れ高房を攻撃する。満身創痍の団蔵は術を放つこともできず、高房に一方的に攻め込まれるが、康成と千代目が高房を攻め立て団蔵を救い出す。黒魔術軍を裏切った千代目を高房は黙って見逃すのであった。そして村上武義対久喜義高の因縁の対決が始まる。戦いの途中、須徳上皇は悪老王と共に現れた久喜義高の息子盛高を操り、久喜義高を精神的に追い込もうとするが、阿部の生命が盛高を須徳上皇から解放し、真の声を父である義高に届けようとする。しかし盛高は悪老王に切られてしまう。武義が須徳上皇と悪老王と対峙する。ドーマンによって二人は姿を消してしまう。武義は息子に見捨てられたと思い込んでいた久喜に、息子がどれだけ父を救うために動いていたかを伝え、そして再び武義と久喜は戦い始め、激闘の末武義が勝利する。こうして現世から続く二人の因縁の対決は幕を閉じたのであった。ありがとうよ。